自分が自分を信じないと、誰も自分を信じないっていうか、あんまタイトル決まってないんですけど、で、ちょっと、チョコ食べながら話すけど、でも、今日多分すぐ終わると思いますけど、わかんないけど、未来のことは。わかんないから何も言わないわ、やっぱり。けど、何が言いたいかって、あの、自分が自分を信じないと、自分が自分を信じないとダメだと思うんですよ。どんな時も。で、 なんか、何なん,なんですかね。その、誰も自分のことを信じてないやろうなって思う瞬間あるじゃないですか。あると思うんですよ。不安になったりだとか、うん。なんかそれが影響で、誰も自分のことを信じないから、 もう自分も無理なんじゃないかとか諦めたりとかすることってあるけど俺はその時どうしたらいいかって考えたらやっぱり誰も自分のことを信じない状況でもせめて自分が信じないとって強く思うんですようん うまいなんか自分のことってやっぱり自分しかわからんくて他人から見た自分と自分から見た自分は違うから人から意見もらうことも大事やけど それでも結局選択するのは結局人生を生きるのは自分やからそう考えるとやっぱり自分が自分を信じないといけないと思うんですようん 自分以外、誰が自分のこと信じんねやろうって。逆にそういう時はチャンスというか、自分が信じてあげるんですよ、自分のことを。それって、実質、一人ぼっちじゃないっていうか、自分には自分がいるから、一人じゃないんですよ。自分を信じるのは自分で、だから誰が、誰も自分のこと信じてくれないって言うけど、自分が信じたら、 自分が信じてくれてるからだから一人じゃないんですよ自分がいるんですよ自分にはうんで誰も自分のこと褒めてくれなかったら自分が褒めたらいいんですよ褒められて育てないやろうとかなんかいろいろあると思うけど自分が自分を褒めたら褒められて育ったことになるしそれでいいと思うんですよ じゃあ、誰も一人じゃないと思いません孤独なんてどこにあるのかって言ったら、寂しいなと思ったら、自分が寄り添ったらいいんですよ、自分に。孤独ですかそれは。違うよね。自分が、うん。なそんな気がするんですよね。 まず自分が自分に優しくしないと。誰も、人に求めない、人に求めないと繋がってんだかな。人に求めても、人は人の人生もあるし、時には助け合うし、時にはあるけど、依存しすぎるのも良くなくて、人に、他人に。まず自分が自分にしてあげるっていうのが自分ができることで。 じゃあ、一人じゃないよねって思うんですよ。本当に。なそれが生き方の一つかなって思って、俺は今。うん。だからさ、なんかさ、時代も変わって、なんか、アニメに恋するとかあるじゃないですか。もともとは多分人は人にしか恋しなかったけど、 アニメが発展したりアニメに恋するそれが数年前やったらおかしな人って思われてたけど今は当たり前みたいになって VTuber とかもできてでなんかのテレビとかで見た案は物に恋するとか気に恋するとかそういうのもあったりとかしてうんその流れで自分に恋するっていうのもあっていいと思うんですよそれはだから付き合ったことないとか恋愛したことないとか未婚率が増えたりだとかしてるけど 自分と付き合ったら、それで1カウントしていいと俺は思うんですよね。別にみんながどう思うか知らないけど、俺は今そんな気も話しながらしてて。うん。だからそんな劣等感を感じなくていいっていうか、自分が自分に付き合ってあけたらいいから、うん、付き合うってそもそも何なん,なんやろうって思ったら別に、あ、自分でもいいんかな、みたいな。うん。ぬくもりでしょ彼女と彼氏。 ってぬくもりじゃないですか、多分。安心感それって自分が自分に与えることはできないんですか俺できると思うんですよ。彼女、彼氏がぬくもり、安心感やとしたら、で、それがある人ない人があって、やっぱり彼女ある人はぬくもり、安心感あっていいねとか言うけど、それって別に彼女いなくても、自分が自分の彼女になったら、自分でぬくもり、安心感を自分に与えたらいいんじゃないですか 自自分で自分ででを安心させるんですようん俺はそれはうんどうかなマジでそうじゃないですかうんじゃあ寂しくないよね決して 友達いないならもう何言うか分かると思うけど自分が自分の友達だじゃないですか家庭教師なんてつけずに自分が自分の家庭教師になったらいいし学校なんて行かずに自分が自分の先生になったらいいし最悪ね。うんで 会社とか行ったら上司とか、けど上司が無理やったら自分が自分の上司になったらいいし。何とかなるでしょう、人生。一人じゃないよね。孤独じゃないよね。自分が自分を、うん。一番言いたかったのは、やっぱ自分が自分を信じないとっていうところやけど、なんか、そうじゃなくなってきた話しながら。うん。 けど、なんか全部言いたいことです。ほんとに。もうタイトルどうしようみたいな。俺タイトルあんまり、もうこれ、この話タイトルあんまどうわーみたいな。話してたらもうなんか話、ね、タイトル200字ぐらいなるよね。もう、どれがタイルかわかんないから。適当につけときますけど。うん。ほんとにそう思うな。誰も、 信じてくれないとき、あって当たり前で、説得力信頼信用性が必要とされる世の中かもしれないけど、それって対他人であって、他の人を納得させるためには説得力とか信頼とか信用とかいるかもしれないけど、ね、そんなん、自分が分かっててればいいんですよ。 例えば、説得力を持たせるために、俺はこんなことを努力して、こんなことをして、こんなことを積み上げてきてとか、いちいち言ってても、聞いてる方もしんどいし、じゃあ結果はみたいななるし。なんか、自分だけが分かってたらいいと思うんですよ、全部。そういうところって。自分が何を積み上げたとか、何をしてきたとか、どうやって、何を感じてきたとか、どうやって、なんか、でどうなりたいとか。自分が分かってればいい。 し、っていうよりかは、まあ、まずは自分が分かってあげるべきだと思うんですよ、自分のことを。そこから始まるっていうか。二の次なんですよ、他人に理解されるかどうかなんて。まず自分が理解してあげないと、自分のことを。で、自分が信じてあげないと。で、だ誰かが信じてくれるかどうかは二の次で、やっぱり。うん。そんな気がします。 うんだから、行き詰まる時とか、孤独感感じたりだとか、するかもしれないけど、自分が自分を励ますというか、そういう力は、別に友達がいてもいなくても、いてもね、孤独になることはあるから、いようがいなかろうが、この力は大事な気がしてて、俺の中では。うん。 自分が信じる。で、自分でも自分を信じれなかったら、ちょっと間違えてるかもしれないから。うん。けど、自分が自分を信じるところは、ある意味ちょっと無理やりでもいいかもしれない。無理やり信じてあげるっていうか。うん。だって何が正解かわかんないし。だからもう自分を信じてあげる。無理やりそれで、生き抜く。生きていく。必要があるかなって思いますね。 うん大丈夫ですよマジでうん俺一番大切なのはやっぱり生き抜くことやと思うんですよなんかいくら考えても。 っていうか、なんか、世の中は、成功者の言葉しか耳傾けなくて、俺も確かに、俺の耳に届くのは成功者の言葉ばっかで、だからその、聞き手の気持ちはわかるけど、成功者って、ただの枠組みの中の成功者でしかなくて、年収何千万だとか、 登録者何万人とか、なんか登録者とか年収とかいう枠組みの中の成功者でしかなくて、同じ人間なんですよ。ただ、枠組みにはまっただけっていうか、なんか同じこと言ってるのかわかんないけど、なんか、令和ロマンの車、車どっちどっちがどっちか、細い方が、なんかの YouTube で、なんか、 わかんない。なんか M、M 多分こんなこと言ってないと思うけど、なんか、俺はこんなニュアンスで考えてんのやろなと思ったのは、だから、えー、全く同じセリフじゃないけど、なんか、そんな感じのこと言ってたなっていうのは、なんか、M1 っていう称号を、取ることで、なんか、道が開けるだけであって、なんか大したもんじゃないみたいな、なんか、 そんな感じのことを言ってて、多分そんな感じのことを言ってた。俺はそう思っただけ。なんか、わからん。何言ってたか覚えてない。何て言ってたんかな知らん。どうでもいい。別に何言ってたかなんか。けど、なんか、うん。だから俺なりに解釈で言う、俺なりの話で言うと、だから、肩書きとか成功とか、だから M1 優勝者はある意味成功者だと思うけど、別に M1 以前と以後では多分あの人たちは変わってないと思うし、何か周りの待遇が変わるだけで、 やってることは変わってないっていうか、そんなもんで成功者なんて。うん。別に成功しない俺が言うのもなんですけどとも思わないっていうか、もう、そんな、うん、本当にそんなもんで、周りからの見られ方が変わるだけで、やってることは一緒なんですよ。成功者と成功者じゃない人って多分。俺はそう思ってて、なら別に成功者になる必要もないし、 なったらなったで周りの見え方変わるから、それ、周りの見え方が変えたいなら成功者になった方がいいかもしれないけど、ね。あんまりそこに魅力感じないっていうか、うーん、身近な人の見え方は、身近な人からの見られ方はちょっと変わったりした方が、うん、いいのかなと思ったりもするから、けどそれでしかないよね、成功者って。で、 俺が思うのは、俺は、その、生きてることが一番成功やと思うんですよ。それは生まれたことも成功ではあるけど、こうやって生き抜いてること、今日も生きれてること、で、明日は生きれるか分かんないけど、そうやって毎日生き抜いてることが成功で、死んでしまう人もいる中で。俺はそこに設定してるっていうか成功を。 どう思われようが。で、時にそういう世間が言う成功を目指すとしたら、それは周りからの見,見られ方を変えたいなっていう時に目指すだけで、それでしかないっていうか、関係ないんですよ。ほんまに、ほんまに関係ないっていうか、ま、なんか負け惜しみでも何でもなくて、だから別にこの話を全世界の人に聞いてほしいとかそういうわけでもなくて、こうやって、 見ぐりあえた奇跡,的奇跡的にこれを見て,見てる人に伝わればよくて、伝わってなかったらそれはそれでよくて、まあ、俺が思っていることを言うだけで、ひたすら。で、伝わるか伝わらないかは多分、俺がどんな人間か成功者なんか成功者じゃないかで多分ちょっとは変わると思うから、うん。ね。誰かのために成功するみたいな感じですよね、成功って。うん、なんか、うん。何というかわからんけど、自分でも。 なんか、うん。だから、成功で大事なものはたくさんあって、と成功は成功のパワーもあるから、で俺が本当に思ってんのは生、生きてるだけで成功だけど、まあこの気持ちは多分理解されへんから、まあいいとして。みたいな、うん。 けど、だから、まあ、ま、あ強いて言うなら、そこまで頑張って、その世間が言う成功を、無理に追いかけるんじゃなくて、成功なんて、周りの見え方が変わる手段でしかないから、余裕ができたら、成功も追いかけたらいいんじゃないですかって、その世間が言うね。それより、もっと大事な成功っていうか、人生を生き抜くこと、それが俺は成功やと思うから、そっちに目を向けるっていうか、なんか、 うん。まずはそっちやと思うんですよ。うん。世間が言う成功なの後回しっていうか。俺的にはね。どっちでもいいですよ。別にやり方なんて人それぞれ。俺はそうってだけやから。うん。うん。って思いますね。もっと大事なものいっぱいあると思う。一番は人生生き抜く成功やし、 なんか2番3番とかは、なんか、時間の余裕を作るとか、お金の余裕を作るとか、それがあったら、もっと会いたい人に会えたりするじゃないですか、とか、うーん、周りの人を楽さしたりとか、自分も楽になったりだとか、それから、時間の余裕、お金の余裕とかは、まあ2番目3番目とか大事ですよね。それは、家族とか友達とかは楽さしたり、自分も会えた人に会えたりとか、いろんなこと考えたりできるし、うん、みたいな。 世間が言う成功なんて、もう、後の次っていうか、もうどっかで待っとけって話で。次の次の、も順番待ちしといてください、勝手に。知りません、みたいな。マジで思うけどね。まあ、世間が言う成功を手にしたときには、何が入れるかって言ったら説得力ですよね。うん。けど、うん。だから、世間が言う成功を手にしたときには、 俺が手にしたら、今まで、10再生ぐらいの動画が、100再生になるんですよ。<laughs> もっと良かったら、1000再生になったりとか、するだけであって、うん。何も変わんないよね、それって別に。うん。1万、100万、関係ない。その、言ってることは一緒やのに、それがなるだけやから、くだらないっていうか、後回しですよね、し、うん。それはそれの良さもあるかもしれんけど、 よっぽど後回しっていうか、俺はそう思ってます。うん。だから俺はそんな、うん。やしなんかどっかの動画で言ってるけど、世間が言う成功にめ、を持ってる人に目が眩む女なんて興味ないしね。マジで。何々企業なんですかとか、登録者何万人なんですが付き合ってくださいとか言う、女は普通に暴力ですよね。 うん、普通に暴力でおしまいですよね、そういう人は。うん。ボコボコですよね。うん。だからそういう意味でも、もうどっかで待っといてくださいって感じですよ。本当に。うん。だから、変わんないからね。成功と成功、成功以前と成功以後でやることは変わんないから。変わったらダメやから。変わったらダメやから。うん。 なんか俺が思ってること話だけやから論、論理的かどうかも何もわかんないけど、うん。なんかそう思ってるんですよ。うん。だから俺は今日やることとかも、今日今からやるのは、も、ま、う、あ、何かはいいけど、なんか、自分が生き抜くっていうのが成功やと俺は思ってるから、生き抜いて生きるためにできることを、まずはやる。 うん余裕ができたら時間、金を増やす。でもっともっと何,何の次、8の次、10の次ぐらいに世間が言う成功。マジでそう。なんか、別に一言やからどっちでもいいけど、世間が言う成功を真っ先に追いかけてる人が多いような気がして、別に他の人がどうなろうがあんまり関係ないっちゃ関係ないけど、だから何も言わないけど、ここで言うけど、 多い気がして、俺は、うん。まず生き抜いて、やと思いますね。うん。マジで、俺はそう思う。10の次やから。だから、そんなん人生死ぬまでに世間がゆせいできんくてもいいし、逆に世間がゆせい出手にしたとしても、死んでしまったら元も子もないし、 なんか、うん。もっと、生き抜くっていう成功を大事にしていってほしいって言ったらおこがましいけど、いったほうがいいと俺は思ってるからそう言きてるし、どうですかっていうスタンスですね。うん。で、もう、 何の話してるかずっと分かってないけど、一番最初に言いたかったのはやっぱり、そ,そのための、生き抜くためのことを俺はずっと考えてて、どうやったら生き抜けんのかなっていう日々なんですけど、で、思いついたことをこうやって YouTube で話す、そんな YouTuber なんですけど、で、今日言いたかったのはやっぱり、自分が信じる、自分を。うん。これはやっぱり大事。これは普遍、<laughs> 普遍かわかんない。 これは大事。すごく。自分が信じないと誰が信じんねん。誰も信じないよ。自分のことなんて。うん。それこそみんな成功者のことしか信じへんし、俺も確かに成功者のことしか信じないよ。世間が言う成功者しか信じないかったりする。なんか、説得力ない人の話は信じない。けど、同じように、周りから信じられないとしても、自分が自分を信じてあげる。それは、俺は大切にしたいし、それは、 見てる人も全員できることだと思ってて。だから、うん。俺は、改めて再確認したいなと思って、こうやって話すことで。話すことで、自分のためになってるんですよ、これ。うん。俺が自分に言い聞かすためにこうやって動画撮ってる。ホームビデオこれ。なんて言うの自分が自分を信じる。うん。それは、本当に大事です。 で、それと派生して話しながら思ったのが自分が自分の彼女になるとかそういうのもなんか新しい価値観やけどこうやって話しながら俺も思いついただけやけどちょっと冷静になったらすごい新しい人生開けそうっすねうん自分が自分の彼氏ねいいね彼女ね彼氏ねどっちでもいいよいいよねなんかそんな気がするうん 一人じゃないね。誰も。この価値観、やばない。誰も一人じゃないよ。寂しかったら自分が、自分を、寂しくないよって言ってあげたらいいし。うん。余裕ですね、人生。マジで。やばない。どうなん余裕じゃない余裕だよね、これ。えぐない。俺はそう思うんだけど。違うかな 何が違うんか教えてよ。違うくないね。絶対言えるな、これ。うん。だから、え、これマジで俺分かったわ、YouTube のやり方。<laughs> 今やりながら気づいたけど、さっきも言ったけど、生き抜くことが成功やから、人生のね。俺の中では。で、生き抜くってやっぱり、時に難しい時もあるから、こうやって俺は毎日撮ることで、一日生き延びることが大事なんですよ、毎日。 だから、一日生き延びるために、必要な言葉を、俺の中で、あ、これやって生きの、一日生きれるわっていうのを見つけて、まあ、りながら自分にもすり込んで、見てる人にも何かだったらいいな。うん。だって俺、この、うん、自分が自分に、一人じゃない価値観、これ持ったら、俺多分24時間、とりあえず生きれるよね。全然余裕ですよね。 っていうのを毎日続けたら、結局死なずに、ずっと死なずに入れるんですよ。災害とか起こらん限りね。うん。自殺を防げる。とりあえず自分の。うん。それが俺にとっての YouTube。好きなことで生きていく。<laughs> あー、わかった。マジでね。マジで。別にやめていいなぁ思ったけど、これもうやめていいなもうなんかメンヘラみたいで、あれですけど、それやば。 ならやめんでいいね続けれるね毎日続けれるっていうか続けないと続ける意味があるねすごくすごい続ける意味あるわだって毎日生きれるからねこれでうん雨の日も風の日もどうやったら今日生きれるかなって24時間生きるあってので出てきた言葉をこうやって発するふぅー 余裕すぎだろ。人生。マジで。自分で、うん。自分が自分のパートナー、一番の。うん。自分で自分を信じるとか、自分で自分を褒めるとかは、結構してるしな、俺日常で。けど自分で自分の彼女になるとかはやったことなかった。やってみよう。で、自分で自分の寂しさ紛らわすとかもやったことなかった。寂しくないよって言うんかな。 それやな、多分。じゃあ寂しくないもんな。ああ、寂しいな。寂しくない、寂しくない、寂しくない。大丈夫、俺がおるから、大丈夫。これよ。やってみてください。これマジで俺もやれてみます。余裕っすね、人生。うん。そんな感じです。うわーすげえ。30分収まる今日の動画。まあ、そんな感じじゃ、とりあえず生きていきたらいいから、何分とかどうでもよくて。収まるなら収まるでいいし。うん。 生きていけるよね、これで。だから、あ、YouTube のフォーマットまた決まった。生きていけるか確認しよう、最後に。そうしたら、それで生きていけると思ったら、終わって、また明日から、明日生き抜いたら再開するっていう感じ。だからそこの確認が大事。言いたいこと言えたかなって確認したいけど、そうじゃなくて、これで生きていけるかって確認する。これは、わかった。やばいね。生きていけるっけ、これで。だから、 うん、やっぱ自分で自分を信じる、うん。誰からも信じられないと思う時もあるけど、自分が自分を信じると、やっていけるね、うん。余裕で。全然大丈夫、うん。間違いない。余裕すぎる。生、う、き、ん、抜きましょう。うん、結局それやね、言いたいこと。タイトルも多分決まったと思う。わかんない。適当にやっときます。 また、じゃあよろしくお願いします。明日ね、また、これ余裕で生き抜けるから、まあまあまあ、また明日って感じですね。うん、また明日って言えるのが幸せですね、すごく。はい。